通常の制服姿の隊員左肩の検証に通している白ベルトは背中に回る部分に箱型のカバンが下げられている。拳銃のホルスターは左腰に装着されるクロスドロー方式カラビニエリはイタリアの国家憲兵である。正式名称は L ・アーマ・デイ・カラビニエリである。日本語では国家治安警察隊、他に警察軍、憲兵隊、 軍警察などとも訳される。陸軍、海軍、空軍と並び、イタリア軍を構成する四軍の一つ。単純に、軍と呼称されることもある。平時には、イタリアの警察機関の一つとして、国家警察や財務警察などとともに、警察活動を行う。有事には、憲兵及び、戦闘部隊として機能する。辞任は、約11万名。カラビニエリは、 元来1814年に、ピエモンテ州において、サルデーニャ王国国王、ビットーリオエマヌエーレ一世により設立されたのが、起こりである。カラビニエリは、騎兵隊という意味である。これは、フランス王国の憲兵隊を模範とした戦鋭部隊で、あり、それまでは事実上警察としての機能を果たしていた、サルデーニャ流騎兵隊に代わるものだった。 カラビニエリは19世紀のイタリア王国統一の家庭で、警察組織としてだけではなく戦闘組織としても重要な役割を果たした。第一次世界大戦と第二次世界大戦の初戦においても活躍し多くの勲章を授与されたが、代償として多くの戦死勝者を出している。2016年、森林警備隊が解体され、隊員はすべてカラビニエリ霊下の森林。 環境、農業保護隊として吸収された。一般の警察と同等の機能と軍隊としての機能等を併用している。組織管理面において国防省の参加にあり、軍事任務については国防省の指揮を受ける。警察任務については内務省、環境保護や在外交換の保護など、その他の任務については関連省庁の指揮を受ける。 中日イタリア大使館にも常駐している。GIS タイテロ及び HRT 用の特殊部隊として特殊介入部隊がある。GIS は国外にも派遣され、先のイラク戦争においてもタイテロ作戦に従事している。同様の任務にある部隊として、他に内務省、国家警察の治安作戦中央部隊がある。イタリア共和国は、 海外での平和維持活動にも積極的にカラビニエリを派遣しており、主として当時ユーゴスラビアのコソボ、アフガニスタン、イラク等で活動を展開させている。2003年のイラク中流では、テロ攻撃によって19人の隊員が殉職している。主な活動の一つとして、イタリア国内の美術品の保護も行っている。 カラビニエリの一部署である美術遺産保護部隊は、イタリアの財産である美術品、陶芸品を保護する活動を専門に行っている。イタリア美術に関する主な活動は、第二次世界大戦後の混乱に乗じた美術品の盗難や密売に対する取り締まりから始まり、現在でも特別な訓練を受けた人員を使った美術品保護。 主として、密輸出取締りや、窃盗事件捜査は、内外から高い評価を受けている。カラビニエリのコラッツエリは、騎馬部隊であり、イタリア共和国大統領の議典警護も行っている。また、その他軍事機密の保持、軍事施設の警備等も重要な任務である。その軍律、専門技術などは、国民からも高い評価を受けていると言われる。 組織図カラビニエリの最高機関は、コマンドと呼ばれ、司令官、副司令官及び参謀本部により構成されている。地域組織としては、イタリア共和国領内の5300を超える箇所に、兵員を配置し、治安活動を行っている。カラビニエリの管轄は、地域単位で細分化されており、中条の指揮する5区域、少々の指揮する18地方、順省もしくは、 大佐の指揮する105件に分かれている。それ以下の単位では、順位が指揮を行う。このほか機動警備部隊として2個部隊が編成されている。1個機動師団及び1個専門部隊師団、1個、作戦群で編成されており、特殊部隊や空挺部隊も含まれている。雑踏警備、暴動鎮圧のような機動隊任務のほか 有事には憲兵及び戦闘部隊として投入される。機動師団、二個機動旅団、編成専門部隊師団特殊作戦軍カラビニエリーの制服は、19世紀の設立時は伝統を受け継いだ、青を基調としたものだが、現在の制服は黒が基調である。制服は黒地で、パンツには稲妻を模した赤い側章がある。章校は、不側がついた。 革ベルトを締め、可視感以下は、箱型カバンを下げた白いバンダリアを左肩からかける。陶器は、ジャンパー、マントを着用する。夏服は、半袖青地シャツだが、カバン付き白色ストラップ、黒地に革小付きパンツを同様に着用する。聖望は階級によって、顎紐の装飾や、帽子の色などが異なる。パレードなどで着用する冷蔵は、 スメイリダブルブレストのジャケットで赤青の羽飾りがついた三角棒に似た帽子を着用する。この他にも任務に応じて濃厚に色の作業服や陸軍と同様の迷彩服にベレー帽やキャップ、ヘルメットを着用する。パトロールカーやパトロールバイク、航空機、スノーモービル、小型巡視艇を保有するほか陸軍に準じた軽装甲車や装甲兵員輸送車などの 戦闘用装備も保有している。パトカーなど、警備車両の配色は、白いルーフ状の正塔、白色と黒に近い紺色のボディに赤いアクセントライン、カラビニエリの白文字で、制服と同系統である。イタリア国家警察も、同じ車種をパトカーに使っているが、こちらは、水色地に、白のアクセントラインである。森林、環境、 農業保護隊の制服も、カラビニエリと同様のデザインに変更されたが、車両や航空機は、森林警備隊時代と同じ緑の塗装に、カラビニエリの白文字を入れたものを使っている。ありがとうございます。